これやると脳裏にあの阿久津の顔出てくるのよ。第1回ポケモンモザイククイズ、イエーイ、ポケモンクイズ、イエーイ、大好きポケモン、相変わらずいいポケモンね。やばい、俺と恭平さんもさ、シャボンさん、いや俺もらい笑いじゃん、俺今もうダメで笑っちゃってる。いやもうやば、企画とは関係ないゲームを勝手に僕たちやってるんですけども、はい、まあそれはね、ちょくちょくお楽しみいただいて、今回というのはポケモンモザイク、笑ってない、笑ってない、はい、はい、いやもう今のアウト、いやもうだって完全にアップなの、はい、ということで、はい、はい、完全に阿久津じゃないって何前のね、S チャンネルで恒例となっていましたポケモン図鑑の説明だけでポケモン当てる、はい、これのモザイク版です。モザイクの3段階に分けてあります。1個目がもうほぼ分からない、はい、2個目まあまあ分からない、3個目ある程度分かる、全部で、7問出してもらいます。はい、じゃあまず第1問です。はい、はーい、早い、はい、出てないじゃんメタモン、違い、はい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 、メタメタ、正解だー、うわっ、これ最初だから簡単めにしとめたのに。じゃあ第2問、はいはい、はい、あっち見せて、うん、あー、こう黄色いこれ、はい、いやもうずるい、自分でふざけすぎて、はい、阿久津さん、スリーバー、違う、はい、はい、ケイシー、違う、第2段階いきます、2段階いきましょう、はい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 、エレム、違う、え、はいはいはい、クイ、フーディ、正解、はい、クイ、ケイシーバカ惜しかったよ、だから、第3問、はい、ラグラージ、阿久津、はっちょっと待って、はい、はい、トマザラシ、え、なになにて、渋っ、第2段階、もうね、結構特徴捉えてるよ、これこんなやついます、アクスさん見たことね、危ねえ、おかしいだ、あー、結構見たことね、なんかアクスっぽかったわ、今、渋いね、もう完全に分かる、3段階目、俺や、はい、はい、カポエラ、正解、カポエラ、めっちゃむずかったな、これカポエラ、これむずい、めっちゃむずい、第4問、アクス、ネイティオ、違う、はい、ネイティオ、違う、ちょっと、お前もうなる、じゃあ第2段階いくか、はい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 、ほう、正解、ほう、第5問、あ、わかったわ、え、マジ、うん、イノム、すごい、正解、第6問目、はーい、ウソッキ、あ、違う、え、ちょ、あ、違う、阿久津さんはちなみにルビーとサファイアやってたんですか、サファイア、お、サファイア派なんですね、好きなポケモンとかいるんですか、やっぱり、はい、やったー、はい、これ頑張れば勝てるよ、勝てる、マジ、結構惜しいよ、結構惜しいよ、競ってる、競ってる、第2段階いきましょう、あ、はい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 、あー、阿久津の方が早かったな、ダーティング、すごい、懐かしい、アクスすげえ、ね、アクスか、その雑誌でも全然言えてないじゃん、掴んだ、はい、次最終問題、最終問題、どうぞ、はい、おい、ルージュラ、違う、アクス、マグマグ、あ、違う、第2段階いきますか、いや、最終問題このままいきたいな、おー、なるほど、あー、そうだね、もう存分に見てください、アクスさん、ドイツっぽいな、ドイツっぽい色合いが、赤と黒と黄色で、はい、こいつ教えました、はい、あ、やっぱモザイクってむずいんだな、そう考えると、グレー、俺もうそれにしか見えないもん、何、大段階いきますか、行きましょう、何かいきますか、しょうがない、そう、悔しいな、はい、次、名前がやばい、パス、マグカルゴ、正解、これずっと分かってた、は、名前が追加できたねえじゃん、あ、意味わかんねえ、ずっと分かったらしいよ、どこだったんだけど、あ、ずっと分かった、あ、マグマックって言ったら確か靴だもんね、名前が全然分かんなくて、あー、はい、アウト、というわけで同点じゃない、俺3、3、いや
ゃあいつか決勝戦そうするか。その代わりポケモンにある全てのものでいい。人でもいい。あ、人でもいい、はい、うわそれでいきましょう。それでは最終問題こちらでございます。わかるわけねえだろ。はい、何これ。今日シオンターン。正解。合ってんの。嘘合ってんの。なんでよ、この収録の感じ。優勝は恭平。これはすごい。よし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 、これ優勝権限でね。優勝景品こちら。うわ、あ、これバカ嬉しいやつじゃん。あら、やったやったやった、超したね。これでポケモンね、俺はね。はい、ということでポケモンモザイククイズどうでした。楽しかったでしょうね。まあやっぱ心から楽しんでましたもんね。今日は本当わざわざ阿久津さん来ていただいて、うん、ありがとうございました。金何対何だった。あー、結局ね、40対20。あ、無理の負けだ。あー、ほんとだ。あ、負けじゃん。ということで、ポケモンモザイククイズ楽しかったなと思う方は皆さん、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたしましょう。それでは次の動画でお会いしましょう。バイビーバイビーバイビー。Boys and girls, welcome to ST Studio! 夏祭りツアー、It's Showtime!